ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、三年坂、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。キレのある短編がたくさん集まったから、期待してくれ。それは楽しみ。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、三年坂、という話だ。坂が舞台のお話なのかな？うむ。もしかしたら知っている人もいるかもしれない、有名な坂のお話だ。その坂で転んでしまうと、あることが起こるらしいのだが、それでは、早速聞いていただこう。昔、中学の校外学習で京都に行った。清水寺の近くに、三年坂という坂があり、三年坂で転ぶと、三年で死ぬという伝説がある。坂の上の清水にある小安観音に、お産が安らかでありますように、と、祈願するために通る坂、であることから、安産祈願の妊婦が転ばないようにと、注意を促す話だとガイドから聞いていた。三年坂は石畳で作られていて、雨なら滑るかもしれないなと思った記憶がある。秋晴れの、少し肌寒い日、友人はこの坂で転んだ。私を含め、同じクラスの子はみんな、ちょ、やばいんじゃない？と言いながら、友人に手を貸して立ち上がらせた。そんな迷信を、転んだ本人も含め、誰も信じていなくて、彼女は、三年坂で転んだ私、と、その後も完全にネタにさえしていたくらいだった。清水寺について、彼女はバスガイドさんにも、転んじゃった、私、死ぬかも、と笑って話していた翌日、バスガイドさんから、彼女はお守りにと、瓢箪のストラップをもらっていた。転んでしまっても、この瓢箪には厄除けの効果があるそうだから、大丈夫よ。と、本人は気にしていなかったから、翌日になってまでお守りを渡されたことに。そこまで気にしてないんだけど、びっくりしつつも、ありがたく受け取っていた。しかし、ぶっちゃけ可愛いものじゃない。だからか、カバンの中に入れたままで、それを袋から出して、何かにつけたりはしなかった。修学旅行から帰って、三年坂で、本当に転ぶ人がいるなんて、と、しばらくはネタにされていた。ところで、あの瓢箪どうしたの？グループの誰かが聞くと、彼女は、パッケージに入ったままの瓢箪を、カバンから取り出した。一応、持ってるよ。そう言って、パッケージから瓢箪を取り出して、みんなに、それを回して見せてくれた。瓢箪は蓋がついていて、中に6つの小さな瓢箪と、小判やらタイやら、浜屋みたいなのが入っていた。4月になり、私たちは付属の高校へ進んだ。私とはクラスは別になってしまったけど、高校から入学してきた子に、彼女は瓢箪を見せながら、ネタ的にあの話をして、笑いをとっていたそうだ。かわいいね、中にもちっちゃい瓢箪が4つ入ってるんだね。彼女はその時、見せていた子からそう言われて、初めて、瓢箪の異変に気がついたらしい。あれ、絶対6つあったよ。その日、あの時一緒に行動していた仲のいい友人数人で集まって、中身を確認した。カラフルな6つの瓢箪のうち、赤とピンクがないことに気づいた。色が似てるから、もっと違う色の方が可愛いのにね。と話していたから、間違いない。他にも、金色の浜屋もないことに気づいた。カバンの中もよく見たけど、カバンの中には落ちていなかった。いつからないのかも、なくした場所すらわからなかったけど、彼女は、気にするわけでもなく。まあ、でも所詮迷信だし、ないからどうなるわけでもないからいいよ。見つかればラッキー、くらいだわ。そう笑った。秋を迎えたある日、彼女は、あの校外学習があった同じ月に、死んでしまった。金曜日の放課後、駅から自転車で家に帰る途中で、事故に遭ったそうだ。お通夜の時に彼女の顔を見たら、顔だけは寝ているみたいに綺麗だった。葬儀も過ぎて、いよいよ納骨される49日の前に、私たちは最後のお別れがしたくて、彼女の家を訪問した。祭壇には家へ頭骨、お花や果物が備えてあったが、あの時持っていたであろう通学カバンや、折れた携帯電話などが置いてあった。カバンは引かれなかったのか、特にボロボロになっている様子はなかった。カバン、見てもいいですか？と友人が許可を取り、中を見始めた。中身はその時のままなのよと、お母さんが話してくれた。友人の手が止まり、半泣きで私たち全員の顔を見始めた。カバンから出した手には、蓋と紐だけになった瓢箪ストラップを掴んでいた。
氷炭がなくなったことと、なくなった因果関係はわからない。でも、彼女のお母さんは、それを見てこう言った。あら、氷炭いつなくなったのかしら。事故の一週間前くらいには、多分あったと思うけど、事故で落としちゃったのかしらね。と、迷信かもしれない、迷信じゃないかもしれないけれど、彼女が亡くなったのは、事実です。京都の三年坂を通る方は、くれぐれも転ばないように足元にご注意ください。まさか、本当に亡くなってしまうなんて、ただの迷信、だと思ったんだけどな。バスガイドさんの様子も、普通じゃなかったからな。うん。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。夏の鳴き声。ふと思い出した。8年くらい前の話なんだけど、夏休みが始まってすぐの7月終わりから、窓の外で、赤ちゃんの鳴き声が聞こえ始めたんだ。時間は、だいたい深夜2時頃から4時頃くらい。はじめは、近くで子供が生まれて夜泣きか、大変だなーって感じでスルーしてたけど、そこから毎日毎日、聞こえてくる。それが8月終わりまで、毎日続いてたけど、夜型で、夏休みで、おまけにゼロ感だから、全く気にしてなかった。その翌年、もう去年のことなんかすっかり忘れて、また夏休みを満喫し始めた7月終わりに、また赤ちゃんの声が聞こえてきた。もともと鈍感だから、あんまり気にならなくて、その年もスルーしてたら、その翌年まで赤ちゃんの泣き声が聞こえてきて、さすがに、毎年夏に子供は産まないだろ、と、鈍感ながらに、気になりだしたんだ。当時はアパートの2階に住んでて、部屋の窓から覗くと、道路を挟んで、向かいのマンションが見えるんだけど、住宅地だから、夜中はほとんど人通りがない。でもさすがに毎日泣いてたら、誰か気づいて一言かけてもおかしくないはずだよな、と思ってから、気になってしまって窓から覗いたら、マンションとの間の道路に、女性が一人だけ立ってた。でも赤ちゃんどころか何も持ってないし、こっちを見るわけでもなく、道路の先をずっと見て、立ち尽くしてるだけ。次の日も、聞こえたら覗いてみたけど、1ヶ月くらい、毎日そこに立ってて、手ぶらで道路の先をずっと見てた。恐怖心がぶっ壊れてるせいか、そのまま笑い話にしてたけど、翌年から泣き声はぱったりと止んだし、それ以降、女性も見てない。ちなみに、家族や近くの友達に聞いても、そんな泣き声は知らないって言われたけど、終わった後で確認できなくて、悔しい。文才ないから、無駄に長くてごめん。今は曰くつき、らしい、マンションの部屋に住んでるけど、隣の人が知り合いで、その部屋に、初他の幽霊がいるって言うから即入居決めたら、その幽霊あんたが怖くて出てったよ、って言われて、すごいショックだった。入居前に内見してもらった友達曰く、押し入れにいたってことだったから、毎日ぬいぐるみ増やしたり、いろいろしたけど、効果なく平穏に暮らしてる。重くなるからだ。これは、家で俺が留守番してた時の話。俺は一人でテレビを見て、留守番をしていた。夜の9時頃眠くなり、2階の自分の部屋で寝ようと思った時だった。階段で、急に体が重くなったのだ。まるで、背中に誰かを背負っているかのような重さで、普段は全くきしまない階段も、きしんでいたのを覚えている。階段を登り切ると、重さはなくなった。何だったのかと思ったが、眠かったのでそのまま布団に入ることにした。夢を見た。知らない女性が、ずっと自分の右腕を撫でている夢だ。その次の日、俺は右腕を骨折した。体が重くなったのも、夢も何だったのか、今もわからない。特技。うちのおかんは、霊感があった。これは、俺が高校生の時に聞いた話。おかんはパートをしているんだけど、残業じゃなければ、15時ぐらいに帰ってくる。当時もその時間に帰ってきて、玄関の鍵を開けて、ただいまー、と、家中に聞こえる声で言った。すると、おかえりー、と、祖母、おかんのおかん、の声が帰ってきた。母は、ばあちゃんいるんだなー、と思って、家に上がった。その後、おかんがリビング、庭がよく見える、ってくつろいでいると、うちの庭に、車が入ってきた。ばあちゃんの車だった。結局、おかんが帰ってきた時、祖母は出かけていたのだ。というか、祖母の車がないことを気にするべきだったのに、おかんは不思議とそのことは、気にならなかったみたい。ちなみに、
この話は祖母だったけど、俺の声が聞こえる時もあったらしい。お化けって、声真似もできるんだなーって感心した。私としては、怖かった話。娘のようなもの。数日前、ひどい悪夢、内容忘れた、って、夜中に目が覚めた。隣には、旦那が寝ている。一歳の娘は、別の部屋で寝ているはず。もう一度寝ようと寝返りを打ったら、壁とベッドの間の隙間に、娘にそっくりなものがいた。だけど、絶対娘じゃないの。まず服装が、真夏の格好。T シャツにスカートに素足で、冷たい床に仰向けに寝てる。って、娘よりちょっと小さい子に見える。そっくりなんだけど、仕草も体つきも、7ヶ月ぐらいの赤ちゃんって感じ。一番おかしいのが、表情パーツは娘そのものなんだけど、なんとも言えない、嫌な笑顔。ずる賢そうな、気持ち悪い笑顔。最初はわけがわからず、なんで娘がここに？旦那が連れてきた？なんで？って、見つめてしまった。ほんの数秒だと思う。娘じゃないって、すぐ気づいて、すごく怖くて目を閉じ、見間違いだよね。と目を開けたら、まだいた。って、また目を閉じて、大声で旦那を起こした。旦那が起きてくれたので、勇気を出してもう一度見たら、いなくなってた。娘を見に行ったけど、普通に寝てた。あれは、何だったんだろう。そして、私はすごく目が悪いんだけど、暗い部屋で、どうして、あれが着ている服の柄まで見えたのだろう。今のところ、娘や私に何かあったとかはないんだけど。人として扱う。俺の住んでいた町、忌まわし、にある話を、少し怖いので載せてみる。昔、身長が5尺ほどもある、鼻の大きな男が流れ着いた。その町は海に面していて、よく遭難する人がいるそうだ。その話を聞いた男は、あることを始めた。それは、イノシシか鹿の腕を2、3本詰めた箱に、何か核となるもの、ここら辺は、はっきりしていない、おいれ。人として3週間扱うことで、死者を蘇らせるということだった。ただし、危険もあった。1、人として扱うことを、1日でもないがしろにする。2、最初の姿をおぞましいと思う。ということをしてしまうと、へそのあたりから、シロアリが食い破って出てくるらしいと。これが俺の住んでる地域の、ごく一部にしか伝わっていない伝説だ。似てるやつは、小鳥箱かなと思ってる。似てるやつ、他にもあったら教えてくれ。寝息。今、うちのクローゼットから、寝息みたいなのが聞こえてる。家族はみんな出かけて留守だし、怖くて開けられない。あれからすぐ家を出て、旦那の会社に電話したら、昼休みに同僚と一緒に来てくれた。旦那たちが来ても、まだ寝息みたいなのが聞こえてて、みんなでクローゼットを開けてみた。なんか、傷だらけの知らない子供が寝てたよ。慌てて警察を呼んで、私も話をしに警察に行ってきた。子供は割と近所の子だったみたい。叱られて親から家の外に出されたけど、トイレに行きたくて困っていたら、私がゴミ出しに行くのが見えて、中に入ったみたい。ゴミ置き場は、うちのすぐ隣だから鍵かけてなかった。トイレ済ませて、家を出ようとしたら私が帰ってきてしまい、クローゼットに隠れたそうだ。で、そのまま寝ちゃったんだそう。子供は、そのまま児相が保護しに来たんだけど、一応その人にも話をしたりして、なんかバタバタしてしまったよ。6歳って言ってたけど、もっと小さい子にしか見えなかったよ。手足はあざだらけだし、かさぶたも多いし、細いし、お腹空いてたみたいだし、もう悲しくなった。ちょっと、切ないというか、なんとも言えない気持ちになるお話だね。そうだな。前にも、ゴミ出しの時に誰かが入り込んでいた、というお話があったから、ちょっとの間でも、戸締まりはちゃんとしよう。それ大事。さて、次のお話は、正夢を見る能力、に関するお話だ。すごい能力。それでは、早速聞いていただこう。子供というものは、不思議な力や能力を持っていて、大人になるにつれ、それらが消えていく。皆さんも、よく聞くことでしょう。私が5歳の時に、よく正夢を見ることができた。私が一番覚えていて、今でもトラウマの夢は、パパが、恐竜に食べられる夢だ。どこかの遊園地で、私、姉、ママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃんで遊びに来ていた。ジェットコースターやメリーゴーランドに乗り、ごく普通の夢を楽しんでいた。
夢の自覚は、なかった。ほとんどの乗り物を乗ってしまって、少し休憩するために、とてもでかい噴水の前でみんなで座った。その瞬間ドン、という音とともに、大きな地震があった。噴水のあった場所が湖になっていて、水色で首の長い恐竜がこちらを見ていた。他の観客は、みんな逃げる。大パニックになった。私と姉はママに捕まり、急いでそこから逃げた。目の前に、ドアが現れた。急いでそこへ駆け込む。しかし、私は気づいた。パパがいない。後ろを振り向くと、恐竜に噛まれて動けなくなっているパパがいた。まるまる、助けて。こっちに来て。パパ、ねえママ、パパが。ママは、何も言わない。怒ってるように見えた。じいちゃんとばあちゃんが、口を揃えて言う。気にするな、まるまる。相手にするな。私はわけがわからず、ずっと泣いていた。泣いて、ごまかそうとしていた。恐竜がパパを飲み込む。恐竜はなぜか泣いていた。はっと目が覚めた。真っ暗だった。真夜中だった。汗がびちょびちょで、自分の心臓の音が部屋に響いていた。隣にいつもいるはずの、ママがいなかった。泣きそうになるのを我慢しながら、大好きなぬいぐるみを抱いて、もう一度寝た。翌朝、目が覚める。昨日の夢のことを思い出し、パパと、朝はチューしようと考えながら、茶の間へ行く。この時間は、いつもパパは着替えていて、仕事へ行く時間だ、と思いながら階段を降りる。あら、おはようまるまるちゃん。ママが出迎えてくれた。顔がやつれていて、目の下のクマもひどかった。私はこの瞬間、なぜだかわからないけど、昨日の夢は普通じゃない、と確信した。パパにチューしなきゃ。ママの腕を振りほどき、いつもパパが着替えてる鏡の前へ向かった。しかし、いない。トイレにもいない。パパの部屋は、綺麗に片付いていた。物がなくなっているようにも見えた。靴もないので、仕事へ行ったんだなと思うのが普通なんだろう。しかし、私はそうは思わなかった。もうパパに会えない、ということがわかっていた。パパは仕事に行ってるよ。とママは言った。嘘だと思ったけど、わずかな希望にかけて待っていた。しかし、帰っては来ない。ママとパパは、離婚した。しかしママは、その理由を決して言わなかった。私は、おじいちゃんとおばあちゃんに夢のことを話した。その夢で、恐竜に食べられていなくなったパパ。その翌日には、離婚していなくなったパパ。パパは、なんで私を連れて行かなかったのか。すべてを子供ながら話すと、じいちゃんは言った。まるまるは、そういう夢は初めて見た。うん、と私は答える。自覚し始めたということは、もう終わりだよな。と、ばあちゃんはボソボソ言っていた。じいちゃんは、めんどくさい顔で言った。実はな、お前、言葉覚え始めた頃からな。よく夢の話を、みんなに聞かせ回ってたんだよ。例えば、じいじ、ばあば、喧嘩はダメよ、と言ってきたことがある。その日ばあさんが車ぶつけられたけど、大丈夫って言って、そのまま帰ってきて、俺と大喧嘩したことがある。あとは、友達が朝方持ってきた絵画を、起きてきたお前が見て、あ、さっき夢で見たよって、嬉しそうに笑ってて、その絵画の元になった場所まで、ピタリと当てたことがある。私はなぜか怖くなった。急にパパが、こっちへ来なさい、と言ったのか、疑問に思い始めた。じいちゃんも、ばあちゃんもこのことに関しては何も言わず、今でも私は生きている。しかし、最近になって、ようやく意味がわかった。昔のアルバムを見ていたら、パパの写真があった。一枚だけ。さりげなく、じいちゃんに、昔のパパって、仕事何してたん？と聞いたら、じいちゃんはこう言った。仕事はしてないよ。あいつは、動物実験が好きだったらしい。お前、今なら言えるけど、あのパパについて言ってたら、確実に死んでたよ。あのパパは、まさ夢を見るお前の頭を解剖して研究したい。そう俺に言ってきたんだ。ばあさんと話し合った結果、ママには悪いが離婚してもらうことにした。ああ、なるほど。私は感心した。すべてが繋がったような気がした。まあ、言うなら最後まで言って、すっきりしようかな。あいつな、ワニをサンプルにしようとして、海外で、業者に頼んで死んでるワニを買ったらしい。だけど、実験中に、急に生き返ったワニに頭噛まれて死んだらしいよ。まあ、こういうのも申し訳ないが、今までやってきたことの、罰が当たったんだろうな。頭噛まれても、なかなか死ねないから、そこら中にあった薬品を、自分で浴びて死んだらしい。パパもワニも薬品を浴び、青色に変色して発見されたそうだ。あの夢は、一生忘れることはないだろう。つい最近、あの時の夢が全て繋がったので、ここに書き込むことにした。
ひえ、予想外すぎるラストだったよ。これはな、普通の離婚、かと思いきや。さて、次からはまた短編を紹介するぞ。了解。それでは、早速聞いていただこう。窓のない部屋。昔、出張中のホテルで起きた話です。書き込みは初めてなので、不手際があったらすいません。その日私は、東京から東海地方のとある県へ出張に行っていました。急遽次の日予定していた方向と、全くの別方向へ行かなくてはいけなくなり、次の日の予定に行きやすい Y 市で、ホテルを探すことにしました。スマホをポチポチしながら、宿泊サイトを見ていると、急だったためか、一軒だけ出張予算に合う部屋が見つかりました。当時勤めていた会社は、安ホテルに泊まっても、宿泊費が一定額、必ず出るので、発給の私は安いホテルに泊まって、差額を嫁に内緒のお小遣いにしていたのです。そこのホテルのホームページには、窓なし部屋のため、格安でご提供、と書いてありました。チェックインの時間も、夜遅くなってからだし、朝もそこそこの時間に出発するので、まあいいか、と予約をして、チェックイン。エレベーターに乗って、自分の階へ到着すると、なんとも陰気な雰囲気の漂うホテルでしたが、安いしこんなものだろうなと、大して気にもせず、部屋へ向かいました。私の部屋は、正方形のホテルの真ん中あたり、ちょうど、階、の字の中の四角のあたりに、部屋がありました。部屋はツインルームだったので、一つのベッドに荷物を広げ、もう一つのベッドを睡眠用にしようと決め、疲れていたためシャワーを浴びて、早々に寝ていると、部屋の中から、とチャイムが鳴った気がして、目が覚めました。多分近くの繁華街で飲んでいた、他のサラリーマンが酔っ払って、よろめいた時に、部屋のインターホンでも押してしまったのでしょう。大して気にもせず、寝直そうとすると、今度ははっきりと、と、チャイムが鳴りました。そこで私は、はっと気づきました。部屋に、インターホンなんてなかったことに、ルームサービスのあるホテルでもない限り、安い素泊まりのビジネスホテルには、インターホンなんか必要ないのです。すると、同時に、ホテルの廊下を、子供がパタパタと走り回る音が、遠くから聞こえてきたのです。遠かった足音は、どんどんと近づいてきて、そのまま私の部屋へ、ドアも開けずに入ってきたのです。私が寝ていない方のベッドで、飛び跳ねる音と、子供が、キャッキャッとはしゃぐ笑い声。私は恐怖に震えながら、絶対に起きるものかと、ぎゅっと目をつぶり、寝たふりを続けていましたが、ベッドではしゃぐ何かは、飛び跳ねるだけでは飽き足らないのか、まるで遊びに誘うかのように、私の方や肩を叩いてくるのです。それでも目を絶対に開けずに、寝たふりを続けていると、ふっと気配が消え、部屋には何事もなかったかのような静寂が訪れました。そのまま私は、意識を失うかのように眠り、朝は早々とチェックアウトをして、出発をしました。もしかするとあの夜の出来事は、私の夢だったのかもしれません。が、あのリアルな感触と、子供のはしゃぐ様は、一生忘れられそうにありません。私の記憶に残る、シャレにならないほど怖い話です。ボーン。怖くないかもしれんが、書く。俺はツーリングで夜景を見るのが好きで、ツーリングに行ったんだ。新しい場所を開拓しようとして、ネットで探してたら、いつも行く場所をちょっと登った先に、すごく綺麗に見える場所がある。ということで、早速行くことにした。駐車場に着き、バイクを止めてから、夜景スポットに行こうとした時に、急に酔いがしてきたので、タッチションするために、駐車場の端っこに行こうとしたら、いきなり、黒い影が横切ってきた。びっくりしていると、数秒後に、ボーン、ボーンって、明らかに動物でもない何かの声がしてきて、しまいには、ひた、ひた、ひた、みたいな、人の足音みたいなのが聞こえてくる。慌ててバイクに飛び乗り、音のする方をライトで照らしても、何もいない。夜景を諦めて、慌てて家に帰ったよ。自分の中では、本当にシャレにならんかった。ちなみにその場所は、霊園の近くらしい。文章下手ですまんな。通っていいよ。夜中に友達の家からの帰り道、近道しようと、街灯もない、細い小道に入ったら、遠くに、赤い棒状のライトが揺れていた。アップライトにしたら、工事現場なんかで立ってる交通整備の人が立ってて、赤いライトで、誘導してた。でもその先の道に、
工事なんかしてる様子はなくて真っ暗。一本道で随分奥まで見えてるけど、ずっと真っ暗。よく見ると、交通整備の人は、雨も降ってないのに、反射板のついた、白いカッパみたいなのを着て、頭まですっぽりフードをかぶって、こっちを見ながら、赤いライトで、通っていいよ、の合図を出してた。なんか怖くなって、近づくのをやめてバックしようとしたら、少しずつ歩いて、こちらに近づいてきたから、バック下手だけど、思いっきりバックで戻って逃げた。工事の看板や、工事用の電灯などもなく、本当にポツンと暗闇に、一人だけ警備員が立ってる状態だった。幽霊とかじゃなく、あれは生きてる人間だったから、余計に怖かった。移動する幽霊。友人から聞いた話、北海道の大学に進学した彼は、友人たちと頻繁にファミレスに行ったという。ドリンクバーとポテトフライをお供に、時には朝まで語り明かす。誰にでも経験がある、ありふれた話だ。ある日、いつものように会話を楽しんでいると、窓の外から、店内を覗く人影に気づく。若い女だ。店内に、知人でも探しているのか。はじめは気にも留めなかったが、10分も動かないとあれば、やはり気になってくる。隣の友人の肩を叩くと、うん、気づいてる。変だよな。あんま見ない方が良くないか？視界の端に捉えながら、やりとりする。視界の端でチラ見していると、女が動いた。真横に、滑るように。普通人間が動く際には、必ず肩が動く。歩くにせよ、向きを変えるにせよ。女が見えなくなった後は、その話で盛り上がった。そして結論として、あれは、この世のものではなかった。と。先日、友人と食事をした。地元、鹿児島のファミレスで。食事中、やたら僕の背後に目線が流れる。そこで前述の話を、聞かせてくれた。そして、今また、あの女がいる、と。やはり以前と同じように、窓の外から店内を覗いているようだ。僕は、振り向けなかった。そうしているうちに、彼はほっとしたように。いなくなった。と。北海道で見てから、10年以上経過しているが、以前と全く変わった様子は、なかったそうだ。容姿も、店内を眺める佇まいも、そしてあの、全く肩が上下しない人間離れした動き方も、店から出る際、外から女がいた窓の付近を確認してみたが、植え込みになっていて、人が立てる状態ではなかった。そして、窓の高さも僕の頭より上、窓から姿が見えるには、少なくとも身長250cmは必要だ。やはり、そこには人ならぬものがいたのだろうか。幸い友人には前回も今回も、その後特に変わったことはないという。そして僕は、嫌なことを思いついた。女は、ああやって色々なファミレスを覗いて回っているのではないか。北海道からだんだんと南下して行き、やがて九州にたどり着いたのではないかと。友人はたまたま二度も遭遇してしまっただけ、だと思いたいのだが、虫が良すぎるだろうか。そして女の今後も、気になっている。鹿児島は、本土のどん詰まりだ。これから、沖縄に渡るのだろうか。それとも折り返して、また北へと向かうのだろうか。以上です。なんとなく、アクサラや八尺様ぽいと思うのですが、似たような話をご存知の方、よろしければ情報をお聞かせください。ちなみに、話は基本的に友人のもので、私自身は現物を見ておりません。担がれてる可能性も、なきにしもあらず、ですので、ご理解ください。あいつがいる。10年前、学生でカラオケバイトしてた頃のこと。俺は稼ぎたかったので、0時から閉店の6時までの深夜勤務に入ってた。バイトにはいろんな人がいたが、特に夜は変わった感じの訳ありっぽい人が多くて、あまり近づいて欲しくないような雰囲気を、相手が醸し出してたから、そこまで仲良くはなかった。で、話が飛ぶが、ある日、前の時間のシフトの女性が辞した。軽い鬱の持ち主だったみたいで、酔っ払いのクレームを真に受けて、衝動的に、飛び降りをやってしまったそうだった。そこから、いろんなことが起こった。特に自分がいた深夜勤務は、3時を過ぎるとワンオペになるし、その時間はほぼ客もいなかったから、最悪だった。ビビったのが、お客さんも全くいない。完全に一人の状態で、店内放送で自分の好きな CD をかけてたはずなのに、突然、あるビジュアル系バンドの曲がかかり始めたこと。それがまた気持ち悪くて、なぜだかテンポが上がったり下がったり、CD を止めても、店内放送で流れるのでコンセントを抜いたら、
一番奥の部屋から、同じ曲のカラオケが流れ始めた。しかもよくよく聞くと、ボソボソ、と歌ってるような声も聞こえて、たまらず店を飛び出したら、店内照明が激しく点滅していた。しばらくすると収まったが、その日はもうどう言われても構わないという気持ちで、朝晩が来るまで外で粘った。その女性が勤務していた時間から、いろいろ起こるみたいで、倉庫スペースから、ちょっと、と呼ぶ声が聞こえたり、物が勝手に動いたり、誰かに肩を叩かれたり、夜勤全体で散々な目にあって、多くの人が辞めていった。さすがにヤバいということで、すぐに夜勤には、必ず店長が重なることになった。で、ある日のこと、今日も絶対何か起こるぞとビビりながら、一緒に作業していたんだが、部屋を清掃していた店長が、突然、うわぁ、と叫びながら、こちらに走ってきた。こっちも腰が抜けそうになるぐらいだったが、続く言葉を聞いて背筋が凍った。あいつがいる。店長がその言葉を発した直後、部屋からコールが来た。崩れ落ちそうになりながら、どこからコールが来たのか確認したところ、店長が、あいつ、を見た部屋だった。腰が抜けた店長を連れ、外に飛び出して、その場で店長に辞めますと伝えた。今はもう亡くなって、他のテナントが入ってるが、大丈夫なのかな。ある以来、雑談多いけど、書かせてもらう。同じ経験した人いるかもしれないけど、6年前港区で一人暮らししてた。築浅の、綺麗なオートロックマンションだったけど、ちょっと訳ありの人が住むマンションで、キャバ嬢、風俗嬢ホスト、飲食業、売れないグラドル、絶妙な服装で、絶対顔を見せない人とかが集まってるところ。そういうマンションだから、夜こそ人がいなかった。俺も飲食業だったから、普段は夜に家にいることは全然ないんだけど、その日は具合が悪いから、店休んで家にいた。深夜3時ちょい前に部屋の電気消して、ベッドでゴロゴロしてたんだけど、急に、インターホンが鳴った。そのマンションは、オートロック越しの来訪と、玄関直での来訪で、音が違うんだけど、その時は玄関直の呼び出し音が鳴って、飛び上がるくらい驚いた。驚きすぎて、起き上がったまま硬直してたら、2階3階と、インターホンが押される。同じ階の住人が、何かあったんかなって思って、仕方なく取ったんだよ、インターホン。夜分遅くに申し訳ありません。ちょっと酒焼けしたような、おっさんの声だった。はい。お住まいの方皆さんにお聞きして回っているんですが、こ、していただけませんか？こ、して？私をですね、さ、返してもらいたいんですよ。さ、ジン、ご存知ですよね。何言ってんの？無理なようでしたら、あなたをこ、させていただけませんか？頭おかしいんじゃねえの。インターホン叩き切って、またベッドに戻った。最初は変なおっさんだったな、気持ち悪いと思うだけだったんだけど、だんだん怖くなった。オートロック通って、中入っちゃってるわけだし、みんなに聞いて回ってるってことは、まだこのマンション内にいる。警察に連絡するべきだったんだけど、当時は税金とか払ってなかったし、ちょっと問題起こした時の、賠償金みたいなのもバックれてた時で、連絡できなくて、ずっとそわそわしてた。5時前くらいに、またインターホンが鳴った。今度はオートロックの方。おっさんがまた来たのかと思って、ビビったけど、今度はオートロックの外だし、どんな面してんのか見てやろうと思って、インターホン取ったら、画面の向こうに、制服着た警察官が2人いた。やっぱりおっさんは前後聞いて回ったらしく、他の住人の通報できたらしい。詳しく話が聞きたいから、出てきてほしいと言われたけど、外に出ておっさんがいたら嫌だし、エレベーター1人で乗りたくないしで、結局、警察に入ってきてもらうことにした。廊下で、警察におっさんとのやりとりを話してると、少し離れた部屋のドアが開いた。彼氏の部屋に、泊まりに来てたっていう女の子で、やっぱりインターホン取っちゃって、おっさんと話してしまい、怖かったらしい。女の子が話すやりとりも、ほとんど俺と一緒だった。一通り話聞いた警察は、周囲のパトロールを増やすことと、防犯カメラのデータを調べてみますって約束して、帰った。その後、すぐ近くに住んでた同僚と飲んだ時に、おっさんは、同僚のマンションにも現れたって言うから、訳ありマンション、今も回ってんのかもしれない。ここまででも、十分気持ち悪かったんだけど、その4日後くらいに、警察が今度は昼頃に来て、マルカイの XX 室に住んでる住人と、面識はあるか、とか、三角階の XX 室の住人は、どうだ、とか、4部屋聞かれた。
どれも俺が住んでた部屋と違かったし、知らないって答えたんだけど、連続強化、魔の容疑者とか、それこそさ、人容疑のやつとかが、防犯カメラの映像から引っかかったらしい。そいつらは、おっさん事件の次の日あたりには、夜逃げみたいに消えちゃった後だったらしいんだけど、容疑者とはいえ、同じマンションに、本当にヤバい奴が、うじゃうじゃいたってことが一番怖かった。ええー、突然の展開、いろいろな意味で、ヤバいマンションだったんだな。このマンションには、絶対に住みたくないね。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。